第15回はバウンドボールに対するトラップです。第12回でやったエッジコントロールとは違って、飛んできたボールがバウンドをして自分に向かってくるときに、体のどの部分を使ってトラップをするのか、その感覚をトレーニングしたいと思います。そして浮いたボールのトラップで大事なのは、体に当てた後にすぐにボールをコントロールするということです。しかし子供たちによく見られる特徴は、体に当てたはいいが次の一歩が出てこないままボールをバウンドさせて時間をかけて止めるという特徴。さらにその中でバウンドさせたまま動いてボールを弾いてミスをするという特徴がよく見られます。そしてもう一つ、バウンドをしてボールが向かってくる際に、体がボールを避け足だけでボールを受けようとするがあまり、足に当たった輪が後ろに逸れてしまう、そして自分の方に向かってきてしまう、体勢を崩してしまう、こういう特徴がよく見られます。バウンドをして浮いたボールをトラップする上で重要なポイントは、ボールを正面で待ち受け体に当ててトラップをするということ。高さによってもも、胸、そして足、時には頭、時にはジャンプをして足に当ててトラップをするということが大事になります。もう一つ意識をしてもらいたいポイントは、体に当てることが目的ではなく、体に当てた後に浮いたボールをそのまま蹴るのか、体に当てた後にバウンドをさせて蹴るのか、体に当てた後にその場にボールを止めるのか、このポイントをしっかりと意識をして練習に臨んでください。テニスボールを正面で取る練習をします。すぐに落とそうとするとバウンドが合わない。だからももに当てて、ここの空間にボールを浮かす、はい、
では常にボールがゴロで来るとは限りません。浮いたボールがバウンドをして自分の体に向かってくること、これはよくあります。体のどの部分に当ててもすぐにコントロールをして次の動作が速くなればいろんなプレーを選択することができます。頑張って練習していきましょう。